JR 北海道は新幹線の札幌延伸に伴う再開発で札幌駅南口に新しく建設するビルのイメージ図を公開しました JR 北海道が公開したイメージ図です左側が JR タワーで右側の背の高い建物が新しく建設するビルです北五条西1丁目と2丁目にまたがる新たなビルは 高さおよそ250メートルで地上46階、地下4階1階にバスターミナル、低層階に飲食店などが入り高層階にオフィスやホテルが入ります計画は今日の JR 北海道の会見で発表されましたまあ将来の国際都市札幌の顔として顔にふさわしい えーまあ、シンボリックなデザインになるように変わる札幌、新しい顔となる駅前のビルは、2029年の秋に開業する予定です。